皆さん元気ですか？アリーナ順調のようこそ。アリーナちゃんです。そしてぜひぜひ、皆さんと一緒に、聞きたいな曲。まあ皆さんのリクエストだから。そして私は最近、もっと、マイファストリーにハマってる。だからいろんな曲を調べる。まあ今までマイファストリー好きだったけど、なんか、今からだけもっと、なんか、ハマって始めただから。そして今日の曲は、なんか、コラボレーションみたい。三血少女、さゆり、with、マイファストリーと一緒にね。そして曲、ミュージックどなたでは、レイメイでしょ。まあ、これ、フル、ミュージックで見たい。それよかった。ありがたい。ぜひぜひ一緒にチェックしましょう。まあ、まずは、マイファストリーのコラボレーションの曲もかなりいい。今まであまり。たくさんのコラボレーションの曲見てなかったけど、それもよかった。そして、この、三血少女さゆり。まあ、バンドとか歌手とか、全然わからない。だから私にとって初めて一緒にチェックしてみましょうね。3、2、1、GO!かっこかわいいね。やっぱりヒロの歌が好き。みんな。あ、いいな、それ。バンドかな？この子。なんか、それ他のバンドのソリスト、そしてただ歌手かな？あ、いいね。わあ、いい感じ、いい感じ。本当にかっこいい。いいなぁ、本当にいいなぁ。まあ多分この子、まあ、歌手でしょ。かっこいい。わあ。これちょっと、ワノクロークのロックという曲。こんな、話すみたいな歌似てるね。
本当に似てるな、この誰かの心に必ず残っているこの感じ、似てるね。あ、いい感じ。いいなぁ。そしてこのなんか、彼は赤、彼女、青い、なんかコントラストの色、いい感じね。へえ、いいな、すごくいい感じ、楽しかった、本当にいいコラボ、本当本当。そして三欠少女さゆり、本当にいい歌声、本当。なんかヒルと歌声と一緒にめちゃくちゃ、まあなかなかいいハーモニーでしたね。まあ聞いてよかった、本当に。だから皆さん教えてくれて、おすすめくれて本当にありがとうございます。そして皆さんのコメントもちろん待ってます。どう思いますか、この曲のこと、ミュージックビデオのこと、このコラボのこと。はい、そして私は初めて聞いた三欠少女さゆり。でも皆さんもしかして知ってる？ぜひ、まあこの子のことどう思いますか、ぜひコメントで知ってください。まあもしかしてテレシリクエストも楽しみに待ってます。アリアンちゃんでした。バイバイ。